YouTube チャンネルライブ香港チャンネルでございます。皆さんあこんにちは。7月う25日でございます、えー。給料日の方も多いかと思われます。えー、ね、えー、五のつく日なんでね、五、えー というところで道も混んでるかも分かりませんけども頑張っていただきたいと、えー、本日のライブ香港チャンネルはですね、えー、私朝ツイートさせてもらいましたえー、っとですね「盛りかけに疑問の方というところでございましてまあねあるテレビねワイドショーねえー、安部 新造元首相の国葬儀に反対というところでなんか一部新聞が数な、まあ、70%ぐらいが反対してるというようなまあ聞いてる方がそっち側なんでしょうっていうところで、えー、全国的なアンケートを取り合えと思うところでね NHK の世論調査では41%があーね、えー 理解,できる理解できないが38その中で19歳から38歳の方が61%理解できるというね国葬儀にっていう数字が出てるわけなんですけどもそのことを一切言わないあるテレビの局員の方が38%がね理解できないとかねもうその。 賛成ではなないっていうようよそういうふうに偏った意見をおっしゃってますけども私はあ国葬儀っていうのは、えー、功績のことを考えればあそうでしょうって言うて「で功」と「罪」の部分がある「罪」があるというだから罪の部分は何なんですかって大概ねこの疑惑とかあそういうところでちゃんと説明してないっていうところなんですけどじゃあねそれを晴ら,さ晴らすためにあなたたち何、えー なんか言う段階とあのその,線流の中にもね、えーえー、疑惑はありとか言うてるけどね調べた結果国葬、ね、反対してる人に言いたいのは調べた結果あ何もなしっていうところではないんかなっていうのが私の意見なんですけどもでそこでね「えー、先生堂々と、えー、ツイッターに、えー、森家系に疑問の方何かあ問題か」。 何が問題か教えてくださいと明確にお願いします、えー。できれば物的証拠などありましたらお願いします」えー、っていうところで,、えーね、でコメント欄にはね申し訳ありませんコメント欄には「明確な答えをお願いします」と言ってその問題がある方に問いかけてるんですけどもおね、えー、ほとんどもう問題っていうか明確な答えがないと。なんやったらねいろんなことを。えー <laughs> これはもうほんまに冤罪だとかああいうこととか書いてこられる方何もないから問題なしですよとっていうところでこのことをいつまで引っ張んねんと。 ね、元愛媛県知事もおっしゃってます掛計問題のことがあって獣医学部がないというところでね有志記者の方の諮問会議かなんかがね YouTube で1時間ちょいやってたことを見られたとそれが一点も曇りはなく素晴らしかったとそのことそして元ねその知事の方にね来られた 時に、えー、ね、えー、その、えー、加藤森幸さんですか前愛媛県知事に、えー、言ってましたよね国会で、えー、私に言って。 いいね、インタビューは来るけども都合のいいふうに報じられるというところでなぜテレビはそういうことにしてきたのかというところでございまして本当にその質問ね私の盛りかけに何がって森友かって隣の公園はねえらいありえないぐらいの値段でって売ってるというところでねそれは、ね、本当にいい役人の、ね、考え方 あとかそのやり方がおかしかったことでそれに佐賀さんがまたあのしっかり調べんと答弁したからその答弁がおかしいからまた自分でう えー、嘘を言ったっていうのがあそれが事実ではないかとかあいうのがもう歴然と出てそして、えー、ねこれ閲覧できるとその時の森友のところには安倍首相のね元首相の名前などないというところをなぜメディアははっきり報道しないのかとほんでね、えー、これを明確にって言うたら誰も書いてきませんでこれ本当に。まああの 「うっとしいのはブロックしてますから」っていうのもありますけども「いや本当に、えー、明確に答えてくれと」とその疑惑で引っ張んのやめなさいとあんたらは本当に卑怯やなっていうのがあ私だから教えてくださいほんなね私はそれはあなたは知ってるんですかそういう立場で、えー、どの立場なんですかいや立場じゃないよと。いや あんたらがそんなことを疑惑疑惑っていうのやったら何が何でっていうことをちゃんと明確に示し,てな示したらってそれで私が納得したらやっぱりあれはあかんわって言いますけどもないじゃないですかねえ何も調べても何も出てこなかったそしてえそういうならばあなたたちが立憲してねえ立証を立件したらいいんじゃないかなとか思うんですけどこれ えでもないほんなら何か言うたら司法にも圧をかけたとかあ言い出すところでそれ言うたらもう何も,もうね、えー、ほんまにただただ冤ん罪、えー、罪のない方を貶としめるだけでございますよっていうところでで面白いね、えー、皆さんが書かれてきてるのがねいっぱいありましたよ本当にねえー、本当に森、えー、かけの問題っていうのでね えー、私の見てくださいよツイッターの方ね、えー、そしたらね、えー、この方ーションタザカさんね「梅雨と麺が別なのが森丼に梅雨と麺が一緒なのがかけつまり問題はない」というところでいやもう本当にそういうことやと思いますよほんで,、えー、でこの方はね「松さん2000」ですかあ私も興味あります。テレビが言ってた から新聞に載ってたからそんなものじゃなくて明確なものが見てみたい風が吹いたら沖屋が儲かった的な個人的推理も不要というところで、えー、この方は、まあ、あマッドデンさんねワイドショーもどの部分 が法に触れていいるか全く言わないんですよね個人の感想ばかりでってこれ印象操作でねこれやっぱり放送法これ BPO 問題やと思いますけどねそんなもんね、えー、この方は消費者思考錯誤、えー、者ですかメディアも明確な物,物的証拠を公表していくことが重要です、えー、ってテレビでどんどん放送してほしいというところでて,ててて。 T ツイッターの方はね、盛りかけに何が疑問か問いかけるというところでございます。はい。ええ、本当に、えー、私はもうそういうふうに、えー、疑問、うん、うん、そういうところでございますよ。ほんまにね。ええ、も裁判でもあったんでしょって。ほんで、えーえー、このねこの方あ書いてますね。ほんで、えー、安倍さんの奥さんが口利きしたって。いやいや。 素晴らしい田んぼになりますねって言うてはるんですよっていうところでほんでだ、えーえー、ゃあからこの方もね、えー、大谷さんですかあの見たらよろしいねそのおーホームページとかあ見れるらしいんででくるのところとかもとれって名前が出てんのは安倍首相の名前なんか一つも出てきてないとこれはね和田参議院議員もおっしゃってますし和田先生もおっしゃってますとお何やったらマンデーバスターズをご視聴いただければ そして、えー、ね高橋雄一チャンネルも見ていただければ、あ私はあね、えー、詳しくない、はっきり言います。詳しくはない。ただあのね、えー、皆さんがそういうふうに、えー、ね分かるじゃない、この人がやったやってないっていうのはねテレビ局が言うてるのはいやいや腑に落ちんなと思ってるだけで。 ね、なんで、えー、そういうふうな証拠を出さないんですかってで鹿児島県の息子さんもツイッター等で、えー、全く関係ないあ安倍、えー、首元首相、ね、安倍さん昭恵、えー、さんも関係ない、えー、っていうところでございますほんで国会で、えーねえー、証言された時にね鹿児さん警、ねえー、最初はあこれいい土地ですねって、えー っていうようよなことを言ってたけど国会ではね昭恵さんはいい田んぼですなりますねって言うたことを言うてると言うてることも私高橋洋一先生のチャンネルに出た時高橋先生も。で賭け問題はねひもといていったらあの何かあの、ね、獣医学のことで、えー、獣医学というのはねもうアメリカから20年も遅れてるというところで、えーね、そういうふうな横やりが入ると。 作作ったら作ったたらでその既得権益でこれがね何、えー、か言うてましたねあの、えー、鳥取の方の議員さんでみんながないで元官房長官もやってたっていうね石なんとかいう方があ、ねえー、ちょっとまるやというところでございますので皆さんあ、ねえー、調べていただければというところでそういうふうに見ていただければね、えーうん、まあそんな。あ まあそういうふうに、えー、よろしくお願いします。証拠がないから出せない日はわかるっていうね。<laughs> 証拠があるのに出さないは分からん。うん、なんかあ、えー、国籍問題のことですかこれねおっしゃってますけども。まあまあ名前は伏せときますからまあそういうふうに、えーえー、なことがあるんで私があつぶやいたことに対して明確な あことがなかったっていうところでえねこのことはあ本当にまた問いかけますけどもまあねちゃんと報道した方がよろしいと思いますよほんまにあかんねやったらレーター黒ろうしろータしろもうこれで終わりっていうねえレーター徹底的に追及すりゃええしねまあ,あそのおなんかあのこともあるじゃないですかえその映画で新聞記者っていうのもあってそのことも何かね えー、そのことなんでしょうそのことなんですけどそことその原作っていうかモデルになった方とそれを書いた方があね資料を返して返さないとかいうふうに揉めてるとそこで連絡もた消えてるというのがいっぱいあるしね本当に、えー、何かあなんかふわーって消えていきます、ね、卵もありましたねなんかね。 えー、嫌がらせがあるっていう卵のこともまた話させていただきたいと思います。め本を粗末にするなと思うところでございます、えー。これ自作自演ではないかなって、えー、いうところでございます。ああいうふうな割れ方はせえへんと思うんですけどもこれもね、えー、疑惑ですわっていうところでございます。えー、チャンネル登録 そしていいねボタンを押していただければありがたいと思いますありがとうございました